はい、皆さんこんにちは。N フラワー代表フラワーアーティスト長塚慎一です。今日は皆様にお知らせがあります。 N フラワーでは通信講座と通学講座という2つのパターンでお花を皆様に教えております。その通信講座の方に新しく多肉植物講座というのが出来上がりました。こちらはですね、多肉植物といって、まあ、サボテンの仲間の植物をアレンジしたりブーケにしたりしていくんですけれども、こちらの植物は留め方とか盛り方とか、まあ、綺麗な見せ方とかに特殊な技術がちょっと必要なんですね。そういうものを全て習得できる講座となっております。そしてね、この工程を全て終了すると N フラワーから多肉植物講座のディプロマを取得することができて、もちろんね、そのディプロマをもとに生徒さんを取って教えることができます。その際に多肉植物のレッスンの花材ですねを仕入れることもできるようになります。それは割引価格で仕入れることもできるようになって、自分でこういうね教室を開いて運用することができるようになります。なのでね、ぜひこちらの講座を多肉植物のアレンジをしてみたいという方は受けてみてください。はい、今からですね、そのちょっとレッスンの風景の触りを皆様にお見せしたいと思いますけれども、こちらの多肉植物講座は N フラワー本部インストラクターの柿原講師が担当しております。柿原講師は多肉植物のレッスンの日本の第一人者となっておりますので、ぜひね、そちらのテクニックとか見せ方とかを習得していただけたらと思います。ではね、動画の方をご覧ください。どうぞ。はい、こんにちは。N フラワーの本部インストラクター柿原幸子です。よろしくお願いします。多肉アレンジメントで、今日はこの鳥かごにアレンジしてみたいと思います。できてきましたですけど、これを入れることで、よいしょ、いかがでしょうか。可愛いですね。はい、ありがとうございました。とっても後で整えれますの でここからさらに仕立ての竹串などを使って、柿口の何だったでしょうか。ぜひ多肉植物のレッスン、そしてディプロマを取得したいという方はこちらにご連絡をください。本当に素敵なレッスンですので、皆さん、多くの皆様に